ありがとうございます。はい、お願いします。お気をつけて。名前言えないけど、超感じい女の子がいて、その子とはよう喋る。でも今日今来る人は多分 初かもしれない。おー、その年齢とかも分かってるし。年齢分かんないけど、顔の写真で、全然違う人も来ますよね。この人かな。ありがとうございます。参考お願いします。はい、じゃあこちらです。よろしくお願いします。韓国で今大人気のこのオレンジの魅力的なソース、はい、これをね、ちょっと今ゲールさんにご試食いただきます。マヨネーズとコチュジャンのクリーミーなソースです。ちょっと、あ、美味しいですね。でしょ。あげます。ブラックガーリックです。あ、重たい。よいしょ。閉じます。一応冷めてもサクカリが売りのチョアチキンで、例えば今日今夜なんで、明日の朝ごはん全然 OK です。ラブレター。あら、ちょっとオーダーがオーダーが入りましたね。はい、ポテトとチキンのハーフ&ハーフですね。これから忙しくなる。いや、そんなことないです、はい、駆け込み乗車がうち多くて。ポテト美味しいですよ。多いけどサービス。あ、すいません、ポイント4分です。ちょっともうこのまま行きますね。行きますよ。ほい。
じゃおうか。おまけ。いい子なんですよ。ね、このデリバリーのお兄さんたちと私結構仲良くさせてもらってるんですよ。それで仲のいいお兄さん情報だ、まあ、それをメインでやってる人もいるし、掛け持ちの方、昼間はだから朝からずっと定時で仕事をされて、終わったらサブでこれをやったりとかの方もおられるみたいです。で、先にこっちをやっといて、夕方から違う仕事行くとか。なご飯よ。あ、こんな感じでいつも。あ、ちょっとこっちこっち。はい、サービスだよ。でもなんか癒されますよね、魚。そう、今ね、ちょっとお酒はあまり大々的にやってないんですが、まあコロナもちょっと流行ってたんで、今はお酒は連絡の取れる常連様のみで動いてます。だいぶ減りましたね。減りました。ちょっと今もうリセットしたいので、お酒は今あるものを一回なくしたいので。片足が起こって、ここ膝小僧をですね、ここに今日出したんですよ。私の足怖ブリストに入ってなかなかでもね、ズボッと下まで入ってもここだったから、そんなに深くない。でもね、だいぶ慣れたけどね。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやいや、本当にありがとうございます。どうもこれからどこに行かれるんですか。今日はね、ちょっとね、付き合ってもらっていいですか。あ、いいですよ。お野菜が食べたくてですね。あ、はい、ちょっとこの近くの、あと癒しを求めて。はい。プレゼント買ったよ。本当ですね。こんばんは。反応ない。スピチューブ。いつもこんな感じなんですか、ライブで。ライブね、私まだ1回しか。あ、そうなんですか。そう、この間タカちゃんと。ああ、なるほど。そちらにある、味噌、勝間田高校さんの鶏肉の肉味噌か、こちらのお塩でお召し上がりください。ありがとうございます。お疲れ様です。そういえば前ね、ゲイルさんと一緒にやりましたよね、お店で。何をですか。ライブ配信。そうですか。あ、そうですね。まあ、こんな感じでまた、ね、密着できたりですけど、まあ、でも、ね、本当ですね、なかなかバタバタしてる。そうだね、すごい、うん。隣の部屋からなんか結構そういう若い子の話が、うん、入ってきますね。入ってきますね。はい、大学生ですかね、かな。
今日多いよね、外もなんかさっき、ね、女子大生いっぱいだね。男と女の話みたいなね、うん、すごいですね。あ、意外とね、女子同士はね、女子トークとかすごいですよ。上から下まで、はい。メンズよりも激しいですね。こちらの豚肉は岡山県産のピーチポーク、かわいい。これさくらちゃん書いてるんでしょ。こちらの高松農業高校さんが作られた小松菜になってます。はい、ありがとうございます。勝間田高校さんの黒枝豆を使用しております。黒枝豆、ありがとうございます。レンコンチップおすすめです。はい、じゃあレンコンチップをいただきます。私のおすすめです。グルメ番組になってきましたね。いや、辛いやつですかね、なんかね。美味しい。あの、ピーチポーク、柔らかい。ちょっと久しぶりに、私が作ったんですけど、いいよ。ちょっと柔らかいと言いますか。なんで、チーズ大好き。うまいこと分けてもらえたら、結構中が柔らかいです。なるほど。はい、食べる人？あ、まあもちろん。じゃあ、普通でいいよ。普通で。はい。ちゃんと記念食べるから。ありがとうございます。マニワ高校さんが、うん、あの、今2校に分かれてるんですけど、あと2年くらいで1校に、うん、まとまるの。そうなんですよ。久世高知と落合高知とあって、で久世高知が農業高校の方なんですけど、もうすぐ落合高知に移動するので、もう1年生は落合の方にいるんですよ。なんでもうすぐ食べれなくなるかも。なんであら、食べとかんといけん、はい、貴重な奈良漬けです。はい、待ってます。すごい、ごめんね、ちょっと待ってよ。怖いよ、ゲイルさん、来ないよ。結構あれですね、難しいですね。うん、このまま。そう、よいしょ。ちゃんと肉味噌が入ってますよ。ちょっとなんか異国の料理みたいな感じになってますね。さくらちゃん作、いただきます。うん、甘い。甘いですか。うん、スイート。あ、合ってる。あ、まあ、スイート、おやつみたいな感じですか。アイスクリームみたいな。それちゃいます。ね、私これ大好きかも。チーズ好きな人はこういうの好きだと思います。あの肉味噌だよね、これ。なんかね、肉味噌が甘いからかな。あ、ほら、チーズがとろーんといきますね。熱いかな。うん、うん、ダメです。あ、はい、お洋服が、すみません。すみません、ちょっとお洋服に食べられそうになってます。すみません。ありがとうございます。ちょっと待って、この肉味噌は食べるよ、まだ。お味噌汁のお味噌か、はい、うん、勝間田高校の麦味噌です。はい、麦味噌です。はい、はい、で、肉味噌の味噌が、はい、勝間田高校の米味噌です。米味噌、はい、はい、と、あの先ほどの旨煮のこのピーチポークを合わせて当店で作ってます。自家製の肉味噌です。はい、でピーマンは高松農業高校園芸科学科の。じゃあ本当にありがとうございました。寒いですけど、ね、気をつけて帰ってください。もう気をつけて帰ってよ。はい、ありがとうございました。あそこ通れないんじゃない。はい、もうちょっといろいろごちそうさまでした。いいえ。いや、僕も普通にもうその辺スーッと行くんで、okay。 はい、まあ、気をつけて、okay。 はい、またよろしくお願いします。落ち着いたらメールするわ。あ、わかりました。またフラットお願いします。着いたって、はい、じゃ あ、 ありがとうございます。おやすみ、はい、ありがとうございました。バイビー。はい、気をつけてね。はい。ありがとうございました。はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。